皆さんこんにちは。美濃加茂市出身シンガーソングライター田中重人です。今回のウォーカブルシティ美濃加茂は、美濃加茂にゆかりのある方に登場していただき、その人の好きな美濃加茂の景色や場所などを教えていただくという美濃加茂ストーリーです。さあ今回はどんな方がどんな美濃加茂を紹介してくれるんでしょうか。さあ今回の美濃加茂ストーリー、登場していただく方はこちら下米田桜の森で待ち合わせということでやってきました。あちらの方ですかね。こんにちは。あ、こんにちは。エドモンさんですか。はい。あ、今日はよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。フィリピンの首都マニラ出身のヘルナンデス・エドモンさん36歳、来日して4年目です。外国語教育や国際交流を通して地域の国際化を推進する総務省の事業で、昨年美濃加茂市に移住してきました。エドモンさんは昨年美濃加茂にいらっしゃったということなんですけど、はい、普段美濃加茂ではどんなことをされてるんですか。あの美濃加茂市民で、あのほぼ1割の方があの外国籍なんですので、はい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 、あの日本語が不自由な来庁される方に、うんうんうん、あの通訳とか、はい、市からのお知らせとか情報の翻訳と構成もさせていただいてます。こう美濃加茂に外国から来られた方と美濃加茂の人たちをこうつなぐような役割を、ね、はい。さあこのコーナーは毎回美濃加茂にゆかりのある方に登場していただき、その人の好きな美濃加茂の景色や場所などを教えていただくというコーナーです。それでは行きましょう。ヘルナンデス・エドモンさんの好きな美濃加茂は、じゃん、与那田白山からの眺めです。与那田白山からの眺めですね。はい。与那田白山というと、まあ、ここ下米田にある親しみのある山ですよね。初めて登った時に、あ、やっぱり空気が美味しくて、あの子供さんも登れる感じだなと思いまして、そうなんです、ね、このところを選ばせていただきました。さあそれでは今我々がここ現在地ここですけど、ここからこの与那田白山の山頂、そして展望台に向けて、はい、頑張って今から登りましょう。はい、行きましょう。与那田白山は往復1時間前後で楽しめる山で、地元の人たちに親しまれています。今回はいくつかあるルートのうち東回りルートで山頂を目指します。この山に初めて登るってなったきっかけは何かあったんですか。どこかへあの山を登ろうと、はいはいはい、言われて、まあ、インターネットで探してアイアイバスで行けるところ、そうかそうかそうか、なので、はい、美濃加茂のこの登れる山を探して、ええ、でアイアイバスで行けるところバス停があるところ、そうですね、こっちでのこの美濃加茂での移動は車じゃなくてアイアイバスなんですか。ほとんどそうですね。あ、私ですと。もうすごい整備されてて登りやすい。そうですよね。ね、ええ、そんなに距離もね長くないから、そうですね、こうちっちゃい子でも来れそうですね。ええ、これ見てください、見てください。あれ、へえ、あ、安全登山無事帰るっていうのね。帰るですね、すごい。帰ると帰るがかかってるという、いいですね。はい、初めてここに行ったのは、まあ気づいてなかったと思う。あ、最初来た時には気づかなかった。そうそう、気づいたと思いますね。はいはい、ね、これ誰かがこう、まあ、みんなのね安全を願って置いてくれてるんでしょうね。ああ、そうですね、優しいですね。優しいですね。東回りルートの後半は少し角度の急な場所もありますが、登山道をしっかり踏みしめながら一歩一歩進んでいきます。
だいぶあれですね、空がこう開けて近くなってきた感じがあるんで。あ、本当ですね。もうすぐ山頂が、ね、近いですね。ね、近づいてますよね、これは。さあ、あとちょっとです。登り始めておよそ40分、ついに山頂が見えてきました。はい、ありがとうございます。あ、やっぱこれですね。はい、これです。ここが山頂。山頂です。お疲れ様です。書いてますね。はい、トナダ白山274メートル。お疲れ様です。無事到着です。お疲れ様です。到着です。あ、すごいですね、眺めも。トナダ白山の山頂でしか見えないですよね。そうですよね。まあ、綺麗ですね。この山頂に来てこの字があったわけなんですけど。そうですね、そうですね、トナダ白山ですとやっぱりこれですね。今日の日付になってるじゃないですか。本当ですよね。はい、これどなたかがやってるんですか。必ずね、いますよね。そうですね、小石が積んであって。あ、ですね。さあ、展望台にやってきましたけど、はい、改めてこうやって見るとすごい景色ですね。そうですね。今住んでる町、まあ、僕も生まれ育った町ですけど、こう上から見るっていうのもいいですよね。そうですね、やっぱり町を他の目線で見えるのが最高じゃないかなと思ってます、ね、綺麗ですね。エドモンさんがこれからこの町でしていきたいこと、やっていきたいこと、思い描いてることあればぜひ教えてください。はい、そうですね、まあ、あのここ、ね、トナダ白山にあの 登ることによって、うん、景色とか、ね、あの大事な宝物として、うん、次世代の方に渡すために、うん、ね、あのみんなの地元の方がどうやってこういう景色を、うん、あのね、守ってきたのかなと思うを、あの、そうですね、の調べていきたいなと思います。で、あの、そうですね、みんなと一緒に美濃加茂の魅力とかを探して発見したいなと思います。こう、この町の人たちと一緒になって、ええ、これからもこういろんな魅力を探したりだとか、はい、今まであったこととか学んで、それを、うん、こうみんなでつないでいく、残していくっていう、そういうことですね。はい、今日はありがとうございました。お疲れ様です。最後に、あの、今日エドモンさんと一緒に過ごす中でこういろいろ僕が思ったことを、あの、歌にしましたんで。その目に映るこの街の景色と、そこに生きる誰かの思いを、言葉を変えて次の誰かに渡すよ。エドモンさんとつながる美濃加茂ストーリー。いやー、すごいですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介したトナダ白山は下米田桜の森の駐車場を利用することができます。さらに II バス無垢の木総吉線の信友公民館で下車しても行くことができます。今回の美濃加茂ストーリーいかがだったでしょうか。普段何気なく通り過ぎている場所や風景にも皆さんそれぞれのストーリーがあるんだなと感じました。さあ、次はどんな美濃加茂ストーリーが聞けるんでしょうか。それではまたお会いしましょう。